やってきますよあの人たちがなんかこうかっこいいっていうかセンセーショナルだと思うんですけど自分で考える頭がない人は日本もそうですけど多いんである残虐なメッセージもあって騙されるなんて <laughs>、えー、5月9日、えー、先日ですね昨日、えー、ロシアの、えー、戦勝記念日っていうのがありました。 はい、でロシアの、ね、プーチン大統領が自分たちの,その今、ウクライナとやってる戦争あるじゃないですかあれを正当化するために演説したんですよで内容もウクライナが悪いんだとかウクライナがま核兵器を購入しようとしてる噂があると。 だから、えー、自分たちを守るために、ロシアを守るために戦争をしたんだということで、もう完全正当,化の正当化する演説をしたんですよね。で、やっぱりその一時情報しかもらえない国民は、まあ、それに騙されて、あプーチンさん、すごいですね、素晴らしいですね、みたいになってたんですけど、そこにやってきましたよ、あの人たちが、あのスターたち、ヒーローたちがやってきてですね、えー、なんと、その演説の最中に、ハッカー集団、えー、アノニマス。 あの仮面かぶった怪しい集団いるじゃないですか、まあ、天才ハッカーの集団で、えー、アノニマスの正体は誰も知らないと言われている、えー、ハッカー集団なんですけど、そのアノニマスがですねロシアの複数のテレビ局の番組ガイド、あのテレビでよく日本でも番組表表示されたりすると思うんですけど、あそこの番組ガイドにあるメッセージを伝えたんですよ、そのメッセージがめちゃくちゃ僕はぐさってきたんで、ちょっと紹介したいなと思うんですけど、えー、まず、ですねロシア国民は政府に騙されている、騙されるなって。 えどう思います皆さん、テレビ見てプーチンさんが演説しててあすごいなと思ったら番組ガイドにバーンって騙されるようになっててすごいなんか,こうかっこいいっていうかセンセーショナルだと思うんですけどえそこに、ね、ある残虐なメッセージもあってあなたたちの手には読めめなななかったたたごんさいあちの手は、えー、何千人ものウクライナ人と何百人もの殺された子どもたちの血で汚されているっていう文章そして戦争反対っていうメッセージがね えー、掲載されてたらしいんですよ。これ、昔だったらそのプーチンさんが演説したりとかして、まあ、国民の人って、まあ、大体その自分で考える頭がない人は日本もそうですけど多いんで、まあ、一時情報で、えー洗,脳ね、洗脳させることができたかもしれないんですけど今は、えー、ネットがあるんでですね,、まあ、ね、言論統制ができなくなってきてるんですよ。で まあ実際ねそういうハッカー集団が、えー、電波を使って国民たちにメッセージを送ったりとかもうあのいろんなところで鬱憤、えー、とやっぱうっぷんっていうのが今、ロシア国内ですごい、ね、批判がた、ね、まってるんですよね。で実際に、まあ、罪のない子どもたちもすごい命を落としてるじゃないですか。 爆撃撃落とされてさ、もう家族引き離されちゃってっていう子どもたちもたくさんいますよ、なんで僕は本当にいい加減戦争をやめてほしいなって思いますし、た、まあ、多分世界各国共通言語だと思うんですよね、その戦争をやめろっていうのは。今、僕、ヨーロッパの国をね、あの周遊してますけど、やっぱり皆さんね、ヨーロッパ人と話すと、まあ、片言の英語でしゃべるんだけど、やっぱりウクライナ、ロシアの戦争をやめてほしいとか、うん、やっぱ難民が流れてきてるとか、そういう話もしてたりします。はい、なので、 えー、アノニマスさん、かっこいいなと思って、僕もハッカー集団あったら入りたいなと思うんですけど、どうするんですかね、ハッカーって、どうやってハッカーしてるのかなと思って、僕、ハッカーしたことないんで。